ありますけど書いてるんですか自分でネタで。あ、ネタでね、はい、でも普段自分でピッピハザーとか言ってたらちょっと確かにライブとかでは聞きたくないですね、ピッピですっていうのがね、はい、他の人がじゃあ呼ぶ分にはまあ、うんまあ、じゃないかなと、まあ、いう、はい、そんな由来でございました、うん、はい、はい、さあそれでは続いてでございますけど、お待ちかねのこのコーナーをお届けしたいと思います。 V ニコンでーす。さあ待ってました、待ってました、このコーナーでございます。このコーナーは毎回テーマを決めてユーザーの皆さんから電話でクイズを募集します。そのクイズをニコ電話だから通じてバンドのメンバーの皆さんに出題してもらい、あなたのクイズにメンバーが正解できなかったら今日はサイン入りポスターをプレゼントでございます、うん、サイン入りポスターでございます、うん、これはですね、後ほどあるんですか、見れるんですか、入ってきますね、あ、後日送られるということでございます、サイン入りでございます。ですのでですね、皆さんクイズを考えてください。クイズを考えてもらうテーマはこちらです。バレンタインにまつわるエトセトラ。もう旬過ぎてないこれ、うん、今日2月だともう20日でしょ、うん、耐えよこういうの先週とかはちょうどよかったけどさ、今年のバレンタインに何かあったかもしれないですね。そう、あ、そうか、後日談があるかもしれないですよね、はいはいはい、分かりました、それですそれですってディレクターが言ってますけど助けられたでしょ今ひつぎさんに完全に、ですので、まあ、先週バレンタインありましたのでね、そこで何かクイズになるようなことを、例えば何かね、友達が作ってくれたチョコレートに入っていた普通は絶対チョコに入れないありえないものとは何みたいな、そういうマニアックなクイズを出していただきます。そしてそのクイズに、ナイトメアの皆さんが正解できなければサイン入りポスタープレゼントということでございます、うん、そしてこのプレゼントはですね、こちらから発送する際にスタッフからメールが届きます。パソコン携帯電話でメール受信フィルタリングを行っている場合、このアドレスを受信できるよう設定してください。アドレスはニコ生アットニワンゴドット CO.jp、 ニコ生アットニワンゴドット CO.jp です。可愛く言っていましたさあそしてニコニコ生電話の使い方も説明しておきましょう。ニコニコ電話は携帯電話で生放送の出演者と直接喋ることができるプレミアム会員限定のサービスです。パソコンで利用するには事前準備が必要ですので、詳しくは画面上の説明文を読んでニコニコ電話の準備をしてお待ちください。かけちゃっていいんですか、いいんですクーってやつですね。クーはいいですね、クーって乗っていただいてありがとうございますそうです、皆さんですのでクイズの問題ニコ電受付スタートでございます。さあかけてください、かけてください。その間ちょっとコメントなんかも読みつつ行こうかなと思いますよ。緊張するから無理、大丈夫ですよ、ひつぎさんが癒してくれますからね、大丈夫、うん、受け止めてくれますから、うん、大丈夫ですよ、はい、さあかけていただきたいと思います、うんうん、確かに緊張はしますよね、電話が急に繋がって、あ、そうですね、確かにな、うん、あ、さあ、あ来ました。ここでですね、なんとピッピの画像入手しました、広島テレビのキャラクター、はいはいはい、じゃあちょっと皆さんに見せますね、こちらです。どう、似てるこれ言われてみたらみたいなとこありますけどね、かわいいよ、かわいい、かわいい、めっちゃかわいいじゃないですか、ピッピー、うんうん、ね、お父さんなのかな、お父さんですか、ね、あ、ピッピーお父さん、ピースケとピーちゃんとピッコって、うんうん、ああ繋がった、さあもしもし、もしもし、お電話つながりましたよ、ルンタソちゃん、はい、お電話がつながっておりますけど、ルンタソちゃんはどちらにお住まいですか。大阪です。大阪でございますね、おいくつですか。23です。23歳でございます。ちょっとさきとさん何か話しかけちゃってくださいよ。今日はお仕事ですか。いや、今日はお休みです。お休みですか、うんうん、それはそれは、はい、それはそれは、うん、うふふって、さあ、それではですねルンタソちゃん、はい、バレンタインにまつわるクイズでございますけど、ご準備はできてますか。はい、わ、はい、かりました、うん、それでは出題の方をお願いします。今年私がバレンタインにもらったチョコは何個でしょう。もらった、もらった、あ、女の子同士でってことかな、ね、これはボケづらいですね、はい、数ですからね、か、うん、数ですから。でもなんかちょっとさ、こう落ち着いてるじゃんこれが、うんうん、だから、うん、女子に好かれそうな、はいはいはい、感じしません、ちょっと、うん、なるほどね、いいですよ、相談していただいて、うん、
答えはこれメンバーで一つ出す感じですかね。三つ出しましょうか、そしたら。はい、そうですね。じゃあまずは咲人さんからいきましょう。何個だと思いますか、ルンタソちゃんは。5つ。5つ、はい、当てに行きましたね。わ、はい、かりました。それではヨミさん、どうしようかな。10個。うん、まあ多めですよね。まあまあそうですね、多めですね。わかりました。それではひすぎさん、これ当てに行く感じでいいんですよね。どっちか、面白ボッケに行くか大喜利的に捉えるスタンスも僕は好きですけど数なんで、ね、いや難しいと思います。まあでもリアルなの行くなら7個とかですか。7個間取ってきましたね。5、7、10ときましたけれども、はい、さあルンタソちゃん、今の中に答え、はい、正解あるんですか。ないです。ないか。ということはルンタソちゃんおめでとう、サインポスタープレゼント。これ当たったとしても不正解って言えばいいシステム。あ、本当に違う。めっちゃ惜しかったんですよ。お、何個ですか。6個なんです。あ、惜しい。惜しかったね。惜しかった。惜しい。1個差じゃん。本当ですよ ね。でもこれ当てちゃったらなんかこれはそれそれでなんか自分プレゼントになんないし、うん、そうですよ。結果オーライじゃないですかこれ。そうですね。誰にもらったんですか、はい、6個。いや、もう友達とか職場の方とかです。なるほど。ルンタソちゃんはあげたんですか、誰かに。あ、あげました。え、それは誰に。本命とかあったんですか。いや、本命はいないです。いないですか。あ、なるほど。わかりました。とにかくルンタソちゃんにはサイニポスタープレゼントなんで、最後メンバーの皆さんに一言メッセージをどうぞ。はい、あ、頑張ってください。頑張ります。急に始まっちゃったからね。うん、はい、ルンタソちゃんありがとうございます。おめでとうございます。また何かありましたらお願いいたします。さあ、まだまだ電話つなぎますのでね、いいんですよそういうクイズで、うん、絶対当てられないやつでね、うん、結構でございますので、うんうん、なんかいい都合のいい問題が浮かばなかったら作っちゃえばいいんですよ。大丈夫ですよ。お願いいたしますよ。さあ、どしどしとかけてきていただきたいと思う。あ、いいなって方はぜひかけていただきたいなと。どうですか、たくさんもらいましたか、ちょっとこれと。リアル、僕お笑い芸人なんですけど、まあ多少普通芸人ってもらうじゃないですか。リアルの数字言いましょうか、はい、2個です。マジだね。逆にもらわない方がなんかいいでしょみたいな。おどうリアクション取っていいか分かんないけどね。まあ、そうですね、2個っていうのがねリアルなね。1個はこのニコ生のスタッフさんでございますけどね。 あれ、女性2人いるの、そういえば1人しかもらってない。おかしいよ、しかも後ろ向いてるし女性の人。まあいいや、後でくださいね、お願いしますね。あ、さあ、繋がりました。もし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 、繋がりましたよ。はい、お名前が、お名前はレイナです。レイナちゃんでございます。ちょっとヨミさん、何か話しかけちゃってくださいよ。はい、今日の夜ご飯は何を食べたんですか。今日の夜ご飯は、はい、ジンギスカンです。おや、ジンギスカン、おいいね。北海道ですか。いや、岐阜県です。岐阜県、岐阜県、岐阜県。それ何、家族で。はい、いいねジンギスカン、いいっすね。まさか家でじゃないっすよね。家でです。家でジンギスカンやるの。いいな、いいっすね。いいですね。あ、そう、いい、なんか、なんかむつまじい感じでね、素晴らしいなと思いますけれども。さあ、それではレイナちゃん、はい、バレンタインにまつわる個人的なクイズを出題してもらってもいいですか。はい、私が友達からもらってびっくりした形があるんですけど。なるほど、なるほど、これいいお題ですよね。チョコの形、はいはい、これボケやすいですよね。チョコの形ですもんね、だってチョコの形ですよね、はい、そうです、そうです、はい、普通はね、ハートとか。俺ゴリラもらって、ゴリラ、ゴリラファンの子から、まんま、あのね、ま、箱開けるじゃん、うん、何が入ってるか分からなかったんですけど、はいはいはい、箱開けて紙バーって剥がしたらめっちゃゴリラいたんですよ、そこに。もうクオリティの高いそうです、もうゴリラ以上じゃねえかっていうぐらいのゴリラが細かいとこまでゴリラだと、がなんつうか片足こんなんで
なんでやさぐれたゴリラその人をあげたんですかね。はい、いたんですよ。まあ可愛かったんですけど。可愛かった、はい、でも逆にその印象残っていいですね。印象残りました、ゴリラ。だから多分チョコレート何でもありだよ、多分形。まあね、これはいい、ね、いい意見ですよ。そうですよ。じゃあ今度は逆に杉さんから聞いていきましょうか。はい、ちなみにそれってこれヒントとかもらっていいですか。ヒントもらっていいですよ。あの珍しいですか。あー、すごい珍しいです。珍しい、うん、今まで見たことないような。はい。あ、なるほど。はい、なんか汚い感じ。汚い感じ。汚い感じ。それも分かんないけど答えに近いのかな。だいぶしかしたらなんかみんな一個のも想像しましたよね。チョコで汚いもんって言ったらね。なるほど。そこはちょっと行きたくないですね、なんかね。そうですね。難しくなっちゃったこれ。汚いもんね。チョコレートですからね。チョコレートで汚いんですよね。みんなコメントでもチョコ色のとかやめてくださいよ。もう、まだわかんない、まだわかんないですから。まあ、じゃあどうですか皆さん。じゃあヨミさんから言っておきます。あ、僕はですか。はい、じゃあもうヨミさん代表していきましょう。これ、あ、じゃあそうしましょう、代表して、はい、じゃあ代表して、はい、答えさせてもらいます。お願いします。うんこ。はい、ありがとうございます。潔い、いい発音で言っていただきましたけど、さあ、レイナちゃん、これは正解ですか、はい、不正解ですか。ちょっと惜しいんですけど。おお、違う。正解は何。鹿の糞みたいな。あ、何かにのってことね。なるほどね。はい、多分ヨミさんは人間ので言ってますからね。はいはいはい、そうですね。そうですよね。だからレイナちゃんおめでとう。惜しかったけど、よかったよかった。おー、なるほど。はい、シャイニーポスタープレゼントで。だから丸いやつですよね。だから、ね、そうですよね、はい。多分丸いやつですよね。うん、それがもらったんですね。はい。それもらってツッコミとか入れるんですか。いや、ちょっと真面目に引いちゃって。だってそれあげた方はちょっと面白狙って渡してるの引かないでください。鹿の糞だよって言われて渡されたんで。あ、説明が鹿の糞だよって。え、なに、ちゃんと箱とかなかったのそれ。あ、なんか小さい袋にそれが買った。そ, あ、それはちょっとなかなか食べる気しないか。そうだね、確かに渡されたら拾ってね、来ちゃったのかなみたいなね。なるほど。でも素敵な問題でございました、レイナちゃん。そのおかげで、はい、それもらったおかげで今日サイリポスターゲットでございますからね。はい、はい、じゃあ最後ナイトメアの皆さんに応援メッセージをどうぞ。はい、3月2日の武道館行くんで楽しみにしてます。はい、頑張ります。頑張ります。はい、レイナちゃんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、礼儀正しいでございます、はい、さあ、もう一方ラストつなぎたいと思いますので、まだ間に合いますので皆さんニコ伝にかけてきていただきたいなと思います、ゴリラのチョコってすごいですね。なんかそういう変わったものとかもらったことあります。まあ基本僕とかはやっぱり下ネタのものとか多いですね。基本多いです。まあキャラ的なものもあって。はい、はい、そうですね。さっきとしたらなんかあります。昔なんですけど、チョコレートの中に歯が入ってたことあります。ちょっとリアルに怖いやつじゃないですか、これ。急にちょっとホラーになってホラーですよ。そうなんですよ。手作りのやつもらって。あ、ホラーってしたんだ。なんかサンドバーかなんか。つながったつながった。もし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 、お名前は。もしもし、はい、つながってますよ。ニョロンです。え、ニョロンです。ニョロンさん。ニョロンです。それでいいんだ。ニョロンさんね。はい、ニョローンさんはどちらからかけてくれてるんですか。大阪です。大阪でございますね。夕ご飯はジンギスカン食べたんですか。食べてはないですね。食べてはないですか。はい、じゃあひつぎさんなんかちょっと話しかけちゃってくださいよ。はい、ニョローンさんおいくつですか。今年2です。今年2ということは何のお仕事をしてるのかな。学生じゃないですよね。主婦です。あ、おお、あらららされてるんですね。おお、なるほど。奥様、今日のお夕飯は何を作られたんですか。今日はおしんこを前につけたやつと、お味噌汁と、魚の煮付けですね。いいですね。和ですね。和で。渋ですね。太んない。それは太んない。精進料理みたいな、いいですね。
健康的な感じでね。わ、かりました。それではニョロンさん、はい、バレンタインにまつわるクイズを